ですよね。バレてたなんて。なんで隠してたの？言ってくれたら作ったのに。でもキリン料理苦手って言ってましたし。寮は私に作ってほしくない？え？やっぱ下手だし。そんな、作ってもらいたいに決まってるじゃないですか。おお、よっしゃー、明日楽しみにしてね。超頑張るから。よーし、次は骨付きの鶏肉だ。待ってください、唐揚げ用骨付き唐揚げ、卵焼き、ハンバーグにサラダ。お、これ私が書いた献立にアレンジがしてあります。サラダにポテト、ハムが足されてます。ハンバーグはチーズ入り料理苦手なのにアレンジって。キリン、おばあちゃんと同じことしてます。どうしたの？あ、いえ。では、いただきます。卵焼きに昆布が入ってます。柔らかな卵の甘さに心をくつろがせていると、突然しょっぱさとクニッとした歯ごたえのアクセントが訪れて、この嬉しいハプニングに、あー、ご飯が止まりません。たっぷりのハンバーグにチーズが練り込んであります。完全に練り込まずに、わずかに歯ごたえを残したひき肉、その野生味を滑らかなチーズがとろりと包み込み、もつれ合って、おお、食べたことない味ばっかり。どれも新鮮な味で、でもどれも美味しい。あ、美味しそう。いいな、いいな。おかず一つ交換しよう。あ、はい。いただきまーす。で、これ。はい、寮。お弁当だよ。おばあちゃん、これ。寮、本当に頑張ったものね。はい、寮ちゃんの金メダル。はい。